物未来の鑑定士発掘バトル。こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。得点の結果はランキングにも反映されますので、ガールズの皆さん張り切って挑戦してください。はい、そして90点以上獲得したガールズには電話占いマヒナの40分無料鑑定を差し上げます。すごい。今月のカードは全てのカードに大天使が描かれた大天使パワータロットカード。今回は結城美奈ちゃんと白品萌音ちゃんです。はい、行こう。はい、今回は友情運でお願いします。友情運ですよ。えい、どんなカード。はい、来ました、はい、友情運受け取ってください。鑑定開始。仲が悪くなるよみたいな、そういうものを暗示出るカードになります。そこまで。あなたの人生を共に歩むとっても大切な親友、友達、そういった人ができるよっていうもの、もしくは今すでにいるお友達とこれから新たな冒険に行きましょう。で、特にね、今の彼女の状態見てると、どちらかというとまたね、はい、ちょっとここから新たな展開とかを一緒に歩いていくお友達っていうのがどんどん増えてきますよっていう、そういうカードになってますので、はい、さあ一体何点でしょう先生。25点25点です。ゆうきの友情運をこれでモネがお願いします。はい、こちらのカード。鑑定開始。新しく来た人とライバルみたいな関係になるんですけど、うん、最後は戦友みたいな感じで仲良くなるパターンだと思います。そこまで。ここから新たな幕開けっていうのも出てきそうだから、うん、ここから新しいお友達であるとか、仲間とか、もやぼかメンバーかもしれませんよね。そういうちょっと人脈的なものが豊かに広がっていくよっていうのを暗示してますよね。モネの鑑定は何点でしょうか。73点です。ということで勝者は、はい、白品萌音ちゃんでした。モネちゃん、モネちゃん、はい、ありがとうございます。